ハルシュタット文化文布図ヨハンジー・ラムザウアーが、友人の画界ジドール・エングルに依頼して描かせた、水彩画。ハルシュタットの青銅器。古代のカミソリのようだが、持ち手と歯に見られるの三つの穴から、槍の穂先として使われた可能性もある。ハルシュタットの琥珀製ネックレス。ハルシュタット文化は、中央ヨーロッパにおいて、青銅器時代後期の骨壺ぼち文化から発展し、 鉄器時代初期にかけて主流となった文化。後に中央ヨーロッパのほとんどはラ・テーヌ文化に移行した。名称はオーストリアのザルツブルク州の南東の湖岸の村ザルツカンマーグートにある標識遺跡が出土したハルシュタットに由来する。一般的に西文化圏はケルト祖語及びケルト人と東文化圏はイルュリア人と関係があるとされている。 1846年ヨハンゲオルクラムザワーは、ハルシュタット近郊で大規模な戦死時代の墓地を発見し19世紀後半発掘を続けた。1863年までに980体の遺体と19,497点に上る埋葬品が見つかった。この墓地の墓は、紀元前7世紀と紀元前6世紀のものがほとんどである。 ハルシュタットの共同体はこの地域にある岩塩鉱山から岩塩を採掘していたが、それは新石器時代から続いていた。墓地から見つかった副装品は様式に特徴があり、この様式で作られたものはヨーロッパの広範囲に分布している。ハルシュタット文化は紀元前1200年頃から紀元前500年頃まで続いたが、考古学では以下の4期に分けられる。 ハルシュタット A 期と B 期は、青銅期時代後期である。A 期には、ビラノバ文化の影響が見られ、B 期は、仮想が主流であるが、紛母層が普及し始めた。競技の、ハルシュタット時代は C 期と D 期に限定されるが、これは、初期ヨーロッパ敵期時代と時期が重なっている。ハルシュタット D 期に次いで、ラ・テーヌ文化が起こった。1959年コサックは、 東西で文化が異なる地域があると提唱した。その境界は、統計14度から15度にかけて位置し、チェコとオーストリアを縦断している。東西の文化圏は主に埋葬習慣と服装品の違いを基準に区分される。西文化圏では、高い地位にあったものは県もしくは探検と共に、葬られたが、東文化圏では、斧と共に葬られていた。また、 西文化圏では戦車層が行われていたが、東文化圏では戦士はしばしば甲冑をつけ、葬られていた。ハルシュタットが西文化圏の主要な定住地とされる一方で、オーストリアのシュタヤーマルク州南部からライプニッツ州西部にかかるズル、無形国中部のブルクシュタルコーゲルは地域の中心であった。今日グラインシュテッテン近郊に、 定住地を囲んでいたネクロポリスの一部が見られる。ホッホドルフの主張の墓、内部復元展示。ケルト博物館交易と人口の流動は、イベリア半島西部、グレートブリテン島そして、アイルランド島にハルシタット文化の影響を与えた。ギリシャと交易があったことは、ハルシタット後期の上流階級の墓から、アッティカの黒い式陶器が出土していることからわかっているが、おそらく、 マッシリアを経由して輸入されたと考えられる。この他輸入された贅沢品には、琥珀や象魚、そしてワインも含まれていただろう。ドイツのシュトゥットガルト、ホーホドルフの墓から見つかった赤い染料も南からの輸入品によく見られるものである。定住地の大部分は丘の頂上に位置し要塞化されていた。そこには、青銅や銀、金などの細工職人らの作業場があることもしばしばで、 あった。典型的なものにドナウ川上流にある大きな旧機の紛糾に囲まれたドイツのホイネブルクや麓のムラビクスで豪華な副葬品が発掘されたフランス東部のシャティオンシュールセーヌ近郊のラソワさん、スロバキアのモルピールなどがある。ハルシュタット末期にかけて身分の高い人物の非常に豪華な墓がオカトリデの定住地近くの大きな紛糾の下から見つかっている。 服装品にはしばしば戦車やハミ、首ビきなどが含まれる。戦車が出土した墓として、著名なものは、チェコのビチスカーラ、ビクス、ドイツのホフホドルフである。また、ドイツのケルンテンシューフローックから、鉛製の戦車の模型が発見されている。服装品には、聖堂や金で作られた、精巧な装飾品やヒルシュテンランデンの戦士のような、石像が見られる。 西文化圏の中心地の物資文化は安定した社会的、経済的な均衡を保つのに十分豊かだった。しかし、紀元前600年頃、ギリシャの植民地マルセイユが誕生し、エトルリア文化が交流すると、アルプス以北のハルシュタット文化の定住地に長期間に渡って社会的、文化的な変化をもたらしたローヌ川を介した交易が終焉を迎え、 強い力を持つ地方の主張が台頭し、地中海世界から入ってくる贅沢品の供給を支配するようになった。これは、ラ・テーヌ文化にも見られる特徴でもある。なおヨーロッパで、ハルシュタット時代の制動機が最も大量に出土しているのは、ルーマニアである。ありがとうございます。